どうもこんにちは。なんとですね、クラウドファンディング 100% 達成いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。本当にありがとうございます。さらに 100% どころか現在、はい、132% ですね。そうですね。まあ今こう撮影日のことを考えると残り21日で 132%、 なんと161人の方が参加していただいたということで本当にありがとうございます。ところがですね、当初200万円で撮影する予定だったのがですね、大幅に予算を超えてしまいまして、結果いくら使ったでしょうか。今だ700近く700万ぐらい、ね、そう、あのその後 VFX であるとか、はい、グレーディングであるとか、はい、ちょっと足していくとですね、そうですね、はい、だからあのまだまだ大赤字というではあるんですけれども、いや、やっぱりね、とはいえこれだけ参加していただいたのはありがたいということで、まあ目とか鼻とか舌とかって言ってたけど、どういうものかやっぱりわからないんじゃないかということで、今日はまず撮影で使った目玉ですね。これも売れちゃってるのも含めて紹介していきますね。はい、まあ、これが目玉ですね。じゃあ劇中で使った目玉ですね。いい目玉ですよね。、はい、このね、ちゃんとこれがいいんですよね。あと手触りもいいんですよね。ああ、いいですね。もうちょっと柔らかくなってる。柔らかいんですよ。潰れるようになって。潰れるんですね。あら、じゃあお子様も安全ですね。で、これがレプリカ。ちょっとこっちはガラス。こっちはもう本当に、あの、硬いレプリカなんですけど、もう、義眼としてはかなり個性と、まあ、ものになってる。ぜひ指輪とかに、ね。そうですね。チョーカーとか。そうです。でね、この舌もね、すごい。これももうすでに売れちゃってますけど、劇中で使った舌ですね。こういうことですね。はい、ああ、いいですね。この舌のね、静脈がいいんですよ、裏側の青い部分がね。あ、うぶ、分かりそう。ここですね。いや、本当にリアルですけど、これも売れちゃった。はい。で、鼻。この僕は鼻が好きなの、こっち骨がちょっとやっぱ取れたですね。この骨の部分と肉の部分がある。あ、本当だ、すごいなこれ。でこれを揃えるとこうしてこうしてね、要するになんとなく顔になる。これセットで買うとこういうこともできるんですね。ただもう売れちゃったんですけどね。これのレプリカとか、だから目のレプリカはもう売れちゃったんですけど、鼻と舌はひょっとしたらじゃあ追加でレプリカは一回出すだけ出してみるんで、これとまあ似たような柔らかいこういった舌と鼻、うん、このレプリカのじゃあちょっと購入券っていうのを加えておきます。そうですね、これ僕が見た欲しがる人、あのね、欲しい人は欲しいんじゃないかな。俺は結構欲しい。僕からするとね、散々見てるから、これ欲しい人いるのかなと思いましたけど、でもお買い上げいただいてるということで、ありがとうございます。なんだったらほら、スマホにこういうのつけてもいいしね。こういう感じでスマホに貼り付けて。こういうスマホ売れるんじゃないですか、ジュースさん。売れるんですかね。出したらどうですか、こういうスマホ、商品として。まあ、ちょっとグッズか考えようかな。これ俺めっちゃ好きだけどな、このと、じゃあ次行きますか。と、これが売れてしまったんです、これもね。そうです、この、そうです、これも、もう、あ、これも売れちゃった。はい、売れちゃった。これは、あの、壊れない写真立てっていう、いくらあ、いいっすね、投げても何しても壊れないっていう写真立てですね。はい、はい、これ劇中でバーンって投げてるやつですね。はい、じゃあ写真もつけて当店になりますね。はい、とカチンコ、これも売れちゃった、全部売れちゃったやつます。売れると思わなかったですね。これに今僕のサイン書きましょうか。はい、あと二郎さんのサインを書いてありがとうございますっていうことですね。はい、はい、じゃあはい、はい、これはこれまだ売れてないんですよ。これはだからマスクですね。これジローちゃん前回のやつですね。ジローさんの前回の沖縄のお化け屋敷のマスクですね。そうです。はい、
これも売れ残ってるんですよ。あと残りの商品、劇中の衣装ですね。これが、劇中で、主演の女優さんが着ていた衣装ですね。まあ僕が合わせてもあれ、これ反対だですね。これ結構素材、素材良くないですか、これ。素材良くない。普段着るの嫌だ。ホラーで使うやつ着ないでと。これが化け物、これがもうそうです、あの化け物というか、そうです、化けになった時の汚しを入れたタイプのやつですね。これも本当に劇中で着てたやつですね。これが血のりってことですね。そうです、そうです。うわ、バリバリじゃないですか。はい、なるほど。これはでも今回特別にこのクラファンのために、2枚セットでこちらをご購入いただいて、もれなくこちらもついてきますで、最後本当の目玉商品がこれですよ。これがさちょっとこれ穴開いちゃってるんですよ、型にするために。これのもう穴開いてない方ですね。品川監督の顔、これ60万恥ずかしいこれ例えばこのなんかもうちょっと色つけて品川さんに見せるとか、なんかこの辺おまけでつけるとかみたいなことはないんですかね。これじゃ あの好きなカラーに塗ってお届けします。あ、いいんですか。クラファン の, あのコメント欄のところに何色でお願いしますとかあれば、はい、そのもう色に綺麗に塗装したものをお送りします。60万はなかなか難しいと思うけどもまあ買ってくれたら嬉しいな。庄司とか買ってくんないな相棒の顔が家にあるという。最高ですそれ。飾ってほしいですけどね、庄司ね、はい、まだ言ってもあの20日間ぐらいあります。はい、ではどうも今回もありがとうございました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。